はい、皆さん、改めまして、こんにちは。今日もまた、日本語のオンラインワークショップへようこそ来てくださいました。今日は、行、縦積みブロックでレスポンシブデザインを体験というテーマで、行います。僕個人的にも今まで何度かやってきたワークショップの中で、ちょっと楽しみな方なので、皆さんにもその楽しさが伝わればいいなと思っています。僕は、ベンと言います、1992年から日本に住んでいます、もっと言うと北海道にずっと住んでいるので、来日してから30年ということになります。ワードプレスは2014年から、いろんなサイトを作ってきて、数年前にはワードプレスのカスタマーサポートを行い、そして今は、トレーニングチームというワードプレスのコミュニティチームの中でフルタイムで貢献をしているところです。特に、皆さんがなるほどと理解する瞬間が大好きですので、これ毎回イノセーションで言ってるんですけど、何か新しいことを知ったとか、なるほどという瞬間があった場合、ぜひZoom の、チャットになるほどと入れていただきたいなと思います。私もそれを見ながら行きたいと思います。はい。オンラインワークショップ、毎回見せているスライドなんですけれども、共に学ぶ場ということで、いつでも質問して OK です。私の話を遮ってもいいですし、チャットでもいいですし、また音声でも質問してくださっても、構いません。オンラインワークショップは録画され、後日 wordpress.tv にアップされます。そしてオンラインワークショップは wordpress が好きで、コミュニティに貢献したい人たちがボランティアで開催しているものですので、もし皆さんも開催したければ、ぜひ連絡くだされば、開催の方法も教えられます。はい。では、内容に入る前に皆さんに一つ質問です。皆さんのブロックエディター経験はどれくらいですか？先ほどレスポンシブデザイン録画始める前に尋ねたところ、皆さん結構知っているようですけど、改めてブロックエディターの経験は、どの程度でしょうか。10番ベテランですと、1番は、今日が初めての参加です。今日参加者のデニーさん、なるほどで気づいた、参加2回目だったと。はい、ありがとうございます。さて、皆さんのブロックエディター経験どれくらいですか？デスティンさん7くらい、タカさん4から6かなと。デニーさん、HTML、CSS はよく知ってるんですが、ブロックエディターの経験は少なくて5くらいです。私の感触ですけど、まだその日本のワードプレスコミュニティにブロックエディターって浸透しきってない部分がありますよね。まだ昔のエディターとか昔のコーディングのままやっている方も多いので、今日もまた一つブロックエディターの良さを皆さんに知ってもらえることができたらいいなと思っています。僕も6かな7くらいかなと思ってます。自分でブロックをコードで作るとか、結構そういうことをやるデベロッパーもいて、まだちょっと自分はそういうのに手が出せないので、6か7くらいかなと思っています。さて、今日の内容は、行ブロック、そして縦積みブロック、に、焦点を当てて、レスポンシブデザインを体験しようという話に、しています。そもそもまずレスポンシブデザインは何なのかという話をした後に、今日はクイズを用意しています。で、事前に私の方でブロックで作ったページを皆さんにお見せしますので、これがどのブロックでできているのかということを皆さんに当ててもらう、そういう、クイズを用意しています。そしてその後、行ブロック、縦積みブロックでレスポンシブデザインを少し体験するコーナーと、最後には水平ピラミッドギャラリーと私が勝手に命名した、画像をかっこよく表す、表現するギャラリーの作り方を一つ教えたいと思います。なので、前半にさらっと、知識的な部分をやった後に、後半はいろんなアクティビティで、それを実践していけたらいいなと思っています。はい、ここまで始める前に何か質問とかないでしょうか？大丈夫でしょうか？
はい。では、始めましょう。レスポンシブデザインとは何か。レスポンシブデザインの定義を、ウィキペディアの方から引っ張ってきました。するとですね、デスクトップ版のウェブページを閲覧者の画面サイズ、またはウェブブラウザに応じて表示できるようにするデザイン手法という、説明が書かれていました。正直、ちょっと古い考え方かなと思います。というのは、デスクトップ版のウェブページを最初に作っている前提の定義なんですね、これは。デスクトップ版があって、それを他の端末でも見えるようにするという、そういう説明なんですけど、今は、モバイルファーストのデザインも、そういう考え方もあるので、ちょっとウィキペディア古いかなと思いました。私なり の定義を書いてみたんですけれども、ウェブページをどの大きさ、形の端末で見ても、その内容が効果的に表示されるようにデザインすることと。先ほど皆さんもチャットに入れていただいた説明と大体同じだと思います。デスクトップとか、パソコンは大きなこう横長の長方形の画面ですけど、こういう携帯端末は縦長になったり、細かったり、またタブレットはこの横で見たり立てて見たりといろんな形でこう見ることがあります。で、今後ももしかするとデバイスの形って変わるかもしれないです。わかんないですけど、丸いスマートフォンが出てくるとか、いろんな形があり得るので、そういうどんな形にも合わせてデスクトップ、ウェブページの内容が表示できるように、デザインすることをレスポンシブデザインと言います。で、基本的にワードプレスはもう、レスポンシブデザインを踏まえて、コアのプログラムが構築されているんですね。なので一般のユーザーがいちいちこうレスポンシブデザインを考える必要はそんなにないと思うんですけど、今日は裏で働いているそのレスポンシブデザインをあえて取り上げて、で自分たちで意図的にそれを操作していく、そういったことを見ていきたいなと思っています。一般的にウェブページの表示の順番なんですけれども、ブラウザはコンテンツを左から右に向かって表示していきます。で、1行目がいっぱいになったところで2行目に今度ものを表して、で3行目にものを載せてというふうにいきます。なので、例えば右から左にものを見せたいとか、横じゃなくて縦にものを見せたいといったときには、これは特別に指定してあげなければいけないんですね。ウェブページは基本的に左から右と西洋の文書と同じ順番で、内容を表示していくので、それ以外の表示順序がいいなというときには、それを特別に指定しなければいけません。で、ワードプレスのそのブロックエディターの中にも少しずつその別な表示方法の設定が出てきています。まだそんなにたくさんあるわけじゃないですけど、今日それをブロックの中で少しお見せしたいなと思います。まず、いくつかブロックを紹介します。ワードプレスの中にデザインブロックというグループがあるんですけど、今日のそのレスポンシブデザイン、デザインとついてますね、に関係する話も、このデザイングループのブロックを主に使います。デスティニーさんがコメントくださいました。画面サイズによってデザインがよく表示されることじゃなくて、だけじゃなくて、サイトの機能も全部使えるようにも必要と思っています。そうですね。全部出てるけど、例えばこうギュッとなりすぎてボタンが押せないとか、そうなってしまうとレスポンシブデザインとは言わないですね。やっぱりその画面に合わせてきちんと機能も働くようにすることが大事だと思います。その通りです。でここでちょっと頭を切り替えて、一旦いくつかブロックの紹介をして、その後にそれを、組み合わせていきます。まず、ワードプレイスのブロックエディターにカラムブロックというものがあります。で、カラムというのは、日本語で言うと列です。行が横向きの、並びで、列は縦向きの並びなんですけど、カラムブロックは要するに、コンテンツを列に収めて、表示するブロックになります。ここの例にもこう
縦に、ABC という文字がありますけど、これ縦のこのカラム、この列に収まっていて、2列目、3列目、4列目というふうに内容が入っています。で、カラムブロックの一つ特徴は、このカラム、列がそれぞれ同じ幅になるということです。細かく、設定をすることも可能なんですけど、基本的にはカラムは同じ幅の列を、表示するためのブロックになります。なので、この例を見ていただくと、例えば JKL と幅が、文字の幅が狭いときには、ちゃんとそれが一列になっているんですけど、MN と幅の大きい文字になると、カラムは調整されないので、幅が大きくならないので、文字が縦にこうずれてしまったと。こういうことがカラムブロックで起きることがあります。カラムブロックは、このカラムとカラムの間の隙間を変更可能です。ここでグレーになってるんですけど、これ多分今年のアップデートで、ここのカラムとカラムの間の隙間を変更可能になりました。それ見たときちょっと僕は嬉しかったです。そしてもう一つ、カラムブロックには、モバイルでは縦に並べるという設定があります。で、ここが今日一つそのレスポンシブに関する設定になるんですね。ちょっとこれを実際のサイトで見てみたいと思います。今日は、WordPress 6.0.3 のサイトを用意しています。プラグインはありません。プラグインもないですし、テーマも基本の2022、このテーマを使っているので、何もカスタマイズしていない、一番一般的な、サイトになります。で、こういう感じですね。ここに一つ、ページを用意したので見てみたいんですけど、カラムブロック、これですね。これをもう公開して見てみましょう。はい。ここにカラムブロックがあります。で、レスポンシブを見るときに一つ便利なブラウザのツールがあるんですね。インスペクターツールというのがあるんですが、日本語は検証っていう翻訳だったかな。このインスペクトを押すとですね、携帯でこれを見たときどう見えるかというのを、見ることができます。ここのボタンですね。これが今デスクトップ版でカラムがきれいに1、2、3、4、5、6と並んでいるんですけれども、モバイル版で、見ると、このように同じ6列が保たれるんですけど、ギュッとこれが画面に収まるために狭まって、文字が縦に動いてしまうんですね。はい。ブラウザは Google Chrome を使っています。他のブラウザでも似たこの機能はあると思うんですけど、僕はここで Chrome を使っています。で、今これはある意味レスポンシブでないデザインなんです。このデスクトップに出ているものをそのまんまの順番でそのまんまの形で表そうとするから、ギュッとなって文字がこう読みにくくなってしまうと。で、カラムブロックには、これを一つ変える設定がありまして、固定ページを編集と押すと、カラムブロックのモバイルでは縦に並べるという設定があります。で、これをつけたときに何が変わるか見てみたいんですけど、こちらで再読み込みにして、モバイル版の表示はそのまま変わらないです。で、ごめんなさい。デスクトップ版の場合はこのまま変わらないです。で、モバイル版に切り替えると、さっきまで6列ギュッとこう収まっていたのが、縦1列に並ぶようになりました。で、文字が、しっかり読めるようになったんですね。なので、一つそのカラムブロックの、レスポンシブさといいますか、つけることができるレスポンシブさになります。ただ、これも万能ではなくて、カラムはこのモバイルでは縦に並べるっていうのを設定すると、モバイル版では絶対1列になるんです。例えば、今回のこの例を見ると、正直、6列は狭かったですけど、2列、3列ぐらいは入れてもよかったんじゃないかなと思うんですね。けど、カラムブロックは、その2列、3列をうまく入れることはできなくて、今は
モバイル版だと1列になってしまうので、まあ、そういうちょっと短所もあるかなと思います。自分のその、利用例に合わせて、この設定はつけたり切ったりするといいと思います。で、タカさんも便利と、チャットに入れてくださってます。ありがとうございます。カラムブロックと、お、デスニーさんから質問が入りました。6個のカラムを使わない方がいいデザインルールとかあるでしょうか？多すぎかなと。正直多いと思います。今日、後半の方で一つギャラリーを作るんですけど、水平ピラミッドギャラリーは、あえてカラムをたくさん使ってるんです。で、それは文字がない画像だけのギャラリーなんです。なので、文字が入ってくると、やっぱり、少しこのレスポンシブさは検討した方がいいかなと思うんですけど、本当にデザイン性だけの時には、まあ、ありかな。情報を出す時には、ちょっと絡む6本っていうのは、多いかなと、僕も思います。はい。では、なるほど。はい、ありがとうございます。絡むブロックと一つ似ていて、違うのが、行ブロックです。で、今日の目玉がこの行ブロックになります。行ブロックは、複数のブロックを一本の水平行に収めると。まあ、水平行って二回言ってるようなものなんですけど、行ブロックは何が入ってもそれが必ず同じ行になるように。そこからこう、画面が狭いから次の行に落ちるってことはないんですね。絶対同じ一行に、表示されるようになります。で、これを使うとパソコンでも、モバイルでも同じようにものを表現することができるんですね。で、これを後で実例を見せます。行ブロックとカラムブロックの、一番大きな違いは、行ブロックの場合は幅が不均等になることです。カラムブロックは各カラムが絶対これ同じ幅になるんですね。デフォルトだと。設定変えることも可能ですけど。デフォルトだと同じ幅になります。で、行ブロックはその内容に応じて幅が、自動的に変わってくれます。なので、ここの例だと、こちら10文字がダーッと入っていて、ここ3文字なので、まあ、ここを自動的に大きくして、次を小さくして。で、綺麗に一行に全部収まるように行ブロックは変更してくれます。で、この行ブロックなんですけれども、こちらも一つ例をお見せしたいんですが、こちらも公開してみましょう。はい。この行ブロック、これですね。今これデスクトップ版で、検証して、モバイルになると、これ同じ一つの行に収める。そういうブロックなので、画面からはみ出しちゃうんです。あまりに大きいときは、画面からはみ出しちゃうんですけど、同じ一行に収めるというルールだったので、ブロックは画面からはみ出してもいいから一行に残ってなさいと言って、こういう表示になります。この行ブロック、例えば複数行に折り返すという設定もあります。で、こうした場合、画面に合わせて、複数行になることもできます。ただ、これ今、どうだろう。本番もデスクトップも変わっちゃうかな。モバイルはこれ縦になって見やすくなったんですけど、デスクトップも複数行にまたいじゃいましたね。多分今のこのカバーブロックを使ってるんですけど、文字を表現するのに。カバーブロックがなるべく広く取るというブロックなので、この設定をつけちゃった時に複数行にまたがってしまいました。まあ、行ブロックもこれがあります。個人的に私はあんまりこれは使ったことないかな。これを使うならカラムブロックとか使うんですけど、一応このレスポンシブさを求める設定もあります。なので、カラムブロック、行ブロック、そして縦積みブロックというのがあります。縦積みブロックは、普通ブラウザは横にものを表示させるんですけど、あえてそれを縦に表示させるためのブロックです。
いくつのものを足しても絶対それが縦一本になると。例えば、例えばですけど、ちょっと、一つページを簡単に作ってみましょう。テストページ。で、おっと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 。今、行ブロックを入れます。あら。行ブロックを入れます。で、ここに、例えば、画像を入れまして、もう一個行ブロックに画像を入れまして、もう一個ぐらい入れますか。これ三つぐらい入ったところで、これ行ブロックなので、全部同じ行に入るはずです。プレビューで見てみると、同じ横一列になってるし、モバイルで見たときも同じ横一列になってます。で、これを行ブロックは、ここのブロック設定で、簡単に縦積みブロックに変更できるんですね。で、縦積みブロックに変更して、もう一回プレビューをしてみると、まあ、絶対縦になっていると。で、デスクトップ版にすると、こんなに画像を大きくしなくてもいいかもしれないですけど、必ず縦に積むように、横にならないように画像を拡大して、こう見せてくれるブロックになります。ちょっとこの単体だとなかなかその良さがわからないんですけど、今日の後のこれから見るそのクイズで、まあ、これを組み合わせていったときに良さが見えてくるかなと思っています。最後、今日もう一つ簡単に触れたかったのがグループブロックなんですけど、行ブロックや縦積みブロックは横に表示する、縦に表示するという表示設定が入ってくる一種のグループブロックだったんです。で、普通のこのグループブロックを使うと横とか縦とかの表示順序が設定されないグループになります。まあ、ブラウザの標準の表示順序になる、そういうブロックになります。なので、実は3種の切り替えができるんです。ここでグループブロックに変えたり、行ブロックに変えたり、縦積みブロックに変えたり。で、なんで変えれるかというのは、まあ、本来は全部グループブロックみたいなものなんですけど、この行と縦積みの場合は表示方向が設定されたグループブロック。で、このグループブロックにすると表示方向が設定されてないグループブロックという、そういう違いがあるので、まあ、ここでその3つの切り替えができるようになっています。はい。面白くない説明はそこまでで、いよいよ今日の、クイズの時間に入りたいと思うんですけど、ここまで何か質問はないでしょうか？じゃあちょっと、クイズやってみましょう。クイズやってみましょう。よし。クイズに行きたいと思います。で、4つ、4問用意しました。次の例では、どのブロックと設定が使われているでしょうか。で、ぜひこれ皆さん、Zoom のチャットに書いていただきたいと思います。せっかくなんで、ワードプレスに4つ問題を用意したので、これが何ブロックかを当ててください。まず、質問1番。これら画像は何ブロックに入っていますか。で、今日はせっかくレスポンシブデザインの話なので、このデスクトップ版と、そしてモバイル版もちょっと見ていただきたいと思います。デスクトップだと、こう表示されています。で、モバイル版だと、こう表示されます。さて、これは何ブロックを使っているでしょうか。デスクトップ版だと、こうです。で、モバイル版だと、こうなってます。はい。ぜひ、ズームチャットに何ブロックか当ててみてください。デスティニーさん、ギャラリー？カラム？タカさん、行ブロック？
皆さん、クエスチョンマークついてますね。自信があまりないみたいなんですけど、ポイント一つ、ポイントは、まずそのモバイル版でデスクトップと同じ形になっているかを見てみます。行ブロックは、モバイル版でも1行にできるっていうのが売りでしたよね。で、モバイル版で見てみると、1行ではないです。1行ではないので、多分これは行ブロックではありません。で、もう一つ、実はポイントとなるのが、この画像の幅です。さっきちょっと言ったんですけど、カラムブロックは基本同じ幅になります。行ブロックは違う幅になります。で、今この3つを見てみると、まあ、ちょっとわかりにくいかもしれないですけど、実は同じ幅なんですね。ちょっとこれを見てみると、見えますかね？今、ここ236っていう幅が出てます。で、この画像は236。で、この画像も236っていうふうに、全部同じ幅になっているので、答えは、まあ、せっかくですから、投稿を編集してみてみましょう。答えは、これらは、カラムブロックに入った画像でした。デスクトップ版とモバイル版で形が違う。そして幅が全部同じ幅になっているので、これはカラムブロックが正解でした。お、デニーさんもなるほどと。はい、ありがとうございます。では次、第2問目に行ってみましょう。クイズクエスチョンのクエスチョンに行きます。同じです。これら画像は何ブロックに入っていますかと。で、さっきとすごく似たページです。すごく似たページなんですけど、デスクトップ版だとこうで、モバイル版見てみましょう。モバイル版だとこうなります。デスクトップだとこういう形で、モバイル版だとこうなります。デニーさん、これが行ブロックですねと。デスにもそうだと。タカさんもこっちが行ブロックですね。はい、正解です。こちらが行ブロックになります。で、まあ、ポイントはいくつかあるんですけど、まず一つはこう、モバイルでも、デスクトップでも同じ形を維持してますね。この次の列に落ちたりとかしていません。で、もう一つ、この画像の幅を見てほしいんですけど、真ん中が左と右より細くなっているのがわかるでしょうか？これもその行ブロックの特徴なんです。カラムだと同じ幅になっちゃうんですね。ちょっとページを比べてみましょうか。カラムブロックだと真ん中の写真が拡大されて全部同じ幅になっているのに対し、行ブロックだと、まあ大体全部同じような大きさになるんですけど、幅がまちまち。なので、まあ、ここも一つその行ブロックを見分ける違いになると思います。はい。では、3問目に行きましょう。3問目。これら画像は何ブロックに入ってますかと。まだこれでもかというくらいですけど、画像は何ブロックに入っているでしょうか。デスクトップ版だとこう見えます。はい。で、モバイル版だとこう見えます。はい。何ブロックでしょう。はい。何か少し誘導してる感じですけど、デニーさん、縦積みブロック。はい。答えは縦積みブロックです。で、まあ、もう一つ覚えてほしいのは、多分これを実現するブロックの組み合わせって一通りじゃないと思うんですよ。縦に全部表したいなら、多分例えばカラムブロックの中に全部入れるとか、画像ブロックをだけをうまくこう、重ねるとか、多分いくつかやり方はあるんですけど、私がここで使っているのは、確認しましょう。縦積みブロックで画像を3つ表示している形になります。はい。じゃあ4問目で最後ですけど、見てみましょう。4問目。このデザインには、どのブロックを組み合わせていますかと。で、今度は1個だけじゃないです。1個だけじゃないので、どのブロックを組み合わせているか考えてみてください。
で、デスクトップ版こうなります。これちょっと小さくしたら、もしかして見やすくなるかな。デスクトップ版をいけますか。ちょっと今、縮小してみました。こうなってます。で、これをモバイルでも見てみましょう。デスクトップだとこうで、モバイルだとこうで。何ブロックを組み合わせているでしょうか。デスクトップだとこう見えて、モバイルでも結構似た感じで見えています。はい。デニーさん、行ブロックと縦積みブロック。デスティニーさん、行ブロック。タカさんは行プラス縦積みと。はい。正解は、確か行プラス縦積みです。ちょっと見てみましょう。これをもう一回、確認戻して。ブロックの種類は、行ブロックの中に縦積みが2つ入ってます。はい。で、見方としては、まず左と右の幅ですね。左の方が右の幅よりも細いので、多分これはカラムじゃないです。で、モバイルで表示したとき、もしこれがカラムだったら、多分、こう、ガチャッとこうなって、4つの画像が上に重なる感じ、上下に重なる感じになっちゃってたんですね。モバイルでも変わらないので、1つ行ブロックは入ってます。で、それぞれの行ブロックの中でも、画像がこの動かないで上下のまま配置されているので、縦積みブロックという形に、なっています。なので、デニーさんもタカさんも、正解でした。行プラス縦積みで実装しています。はい。クイズはここまでなんですけど、皆さんどうでしたか？楽勝だったよって感じですか？それとも、はい、考えてみたらちょっと難しいなって感じでしたかね。行、縦ブロックを使ってこのデザインができるのは初めて見る。難しいですね。はい。で、多分今までのワードプレスだったら、これはコードになってくるんですよ。画像をこう表示したいとか、こう表示したいっていうのは、レスポンシブデザインは CSS を使ったり、コードでこう組み込まなきゃいけなかったり、あとはテーマファイルにこう組み込んだり。で、今日皆さんに知っていただきたいのは、これは全部プログラミングを使ってないんです。行ブロックと縦積みブロックだけ、そのブロックの基本的な組み合わせだけで実装ができます。なので、この行と縦積みをうまく組み合わせることで、いろんな、レスポンシブデザインが作り上げることができるっていうこともぜひ知っていただきたいなと思います。皆さん結構経験があるのであれなんですけど、録画を見ている人のために、サイトのデザインを考えるときの僕個人的なおすすめなんですけれども、まず最初に紙にデザインを書き出すのがいいと思います。それは文字の内容ではなくてですね、ここにも少し例があるんですけど、大雑把にここに画像があるとか、ここにビデオがあるとか、ここに見出しがあってっていう大まかな内容を、紙に書き出すのがいいと思います。で、タカさんは、チャットの最初の方でまず PC 版をデザインして、その後タブレット版をデザインして、で、モバイル版 のデザイン。その順番で、こう、コーディングをしていくっていう話をしていて、僕もそういう順番です。まず最初にコンピューター用のレイアウトを考えて、で、その後、特に慣れるまでは、もう、携帯と同じ大きさの紙を切って、で、パソコン版と携帯版でその紙に書いていくのがいいと思うんです。っていうのは、初めてこうサイトをデザインするときに、パソコン版をそのままモバイル版にギュッてこう押し込めようとすると、デスティニーさんからもコメントがあったんですけど、押しにくいボタンができちゃうとか、文字がやたらと小さくなっちゃうとか、あるんですね。なので、実際にその、
携帯と同じ大きさの紙の中に、じゃあどうやって物を入れていこうかっていうふうにこう考えると、デザインが考えやすいかなと、まあ、僕個人的なやり方なんですけど、そう思っています。で、今度は逆です。さっきは実際に出来上がったページを皆さんに見せて、どのブロックを使っているか尋ねたんですけど、今度は皆さんがデザイナーで、僕がクライアントだと思ってください。お客さんだと思ってください。で、コンピューターではこう表示したいけど、モバイルだとこうなるようにしたいといった依頼を受けたとします。で、これをブロックだけで実現してほしいんです。で、またちょっと今数分取るのに皆さん考えてほしいんですけど、コンピューターではこういうレイアウトなのが、モバイルだとこういうレイアウトになる。まあ、この四角は一個一個画像化なんかだと思っていただいていいんですけど、これは今日見てきたブロックをどう組み合わせたら実現できるでしょうか。ちょっと皆さん紙とかに書いてもいいですけど、ちょっと2、3分、私静かにしてますので、どういうブロックの組み合わせでこれが実現できるか、ちょっと考えてみてください。デニーさんがチャットにカラムの中にカラムを入れて縦積みを2つ。おー、いいですね。答えは一通りじゃないので、皆さん、それぞれ考えていただいて大丈夫です。タカさんはカラムの中に画像と左側に画像があって、右が行ブロック足す行ブロック。はい。デニーさんと全然違う、まあ、全然違う内容なんですけど、多分これも実現できると思います。実際にちょっと作ってみましょう。これを、ホームページで、作ってみたいと思います。課題なんて言っても、あれなので。レイアウト、グロー。まあ、ポイントはいくつかあるんですけど、僕が最初見るのは、ここの幅ですね。幅が左と右で一緒かどうかとか見ます。で、今回は、この大きいこれとこれ、この二つを比べたら、幅が一緒なので、カラムを最初入れようかなと思います。カラムブロックを入れます。で、今回は、左と右で同じ幅なので、カラムの50、50にします。で、左側は、これは適当に何か画像をポンと入れておきましょう。で、また今度右なんですけど、4つのものがあって、コンピューター上でもモバイル上でも同じように表示されます。で、僕だったら、コンピューターでもモバイルでも変わらないので、ここは行ブロックを入れてくると思います。なので、行ブロックを上と下に2個入れたいです。で、2個縦に入れたいので、そこに、縦積みを入れてきます。この中の、これ、行の前に、ここに縦積みを入れて、で、縦積みの中に行ブロックを入れて、で、もう一つこの後に行ブロックを入れて、上と下に2つできました。で、
あとは、適当に画像を一つ選んで、この行ブロックの右にもう一つ画像を、なんでもいいですけど、入れ、あ、ちょっと見栄えが悪いので、同じ横方向の画像にしましょう。おっと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 。これのプラスを押して、まあ、同じ画像でいいか。画像を入れて、で、こっちの行ブロックにも画像を入れて、もう一個行の中に画像を入れて、はい。とりあえずデスクトップ版はいいんですけど、モバイル版でもちゃんと思うように機能するか確認しましょう。デスクトップ版だと左と右4つ。で、これをモバイルで表示すると、左の画像が上に来て、右4つが下に来る。という感じで、答え、まあ私がここでやったのは、カラムの中に、右のカラムにですね、縦積みを作って、縦積みの中に行を2つ入れたと。という感じです。なので、高さも行ブロック2つっていうのを入れてたんですけど、多分、行ブロックを2つ縦に入れるためには、縦積みかカラムか何かが必要になるかなという感じです。なので、まあ、こうやってデザインをまず考えた後に、それをブロックにこう落とし込むっていう作業をすると、結構いろいろなレイアウトが、この行ブロックと、縦積みブロックでできるということを皆さんに今日知っていただけたでしょうか。はい。最後にもう一つ、ちょっとセッションの説明にも書いた、水平ピラミッドギャラリー。これも、作っていきたいと思います。ちょっと、ここで止めましょうか。皆さん質問とかないでしょうか。もう一回これは見てみたいとか、これもう一回説明してほしいとか、何ですか。皆さん、なるほど。100%です。なるほどが3回入っているので、僕としては大変満足なセッションかなと思います。はい。では、最後もう一つ、そのピラミッドギャラリーというのを見せて今日はおしまいにしたいと思います。で、それにあたって、録画のためにも簡単に画像ブロックとカバーブロックの違いを、説明します。結構この2つ似てるんですね。画像ブロックとカバーブロック。けど、決定的な違いが1つあるので、ぜひ覚えてもらいたいなと思います。画像ブロックは、どんな時にも画像全体を表示するブロックです。で、まあ、画像がクロッピングされることはない。切り抜きされることはない。なので、まあ、この場合、その画像が全体で出てて、モバイルにした時も、キュッとそれが小さくなって、ちゃんと画像が全部表示されるようになってます。で、こちらは縦に長い画像を入れてみたんですけれども、一つの画面には入りきらないんですね。なので、スクロールが必要になるんですけれども、スクロールすると必ず画像全部が見えるように、画像ブロックは、これですね。画像全体を表示するブロックです。これに対して、カバーブロックは、なんか変になってますけど。なんか変になった。わあ あら。変になっちゃいました。まあ、しょうがない。カバーブロックは、カバーというのは、こう、車にかけるカバーとか、机にかけるカバーとか、何かにこうかけるカバー。それはこう覆うって意味なんですね。で、カバーブロックは、ある範囲を覆うためのブロックと考えてください。なので、この面積を覆うために、画像がこう拡大縮小されたり、こうテーブルクロスをテーブルにかけたときに、こう横に垂れ下がる部分があるんですけど、まあ、それも画像の場合一緒で、クロッピングされる部分が必ず出てくるのがカバーブロック。カバーブロックは画像全部を表示することはできません。必ずクロッピングがされるんですけれども、クロッピングされるときに、焦点ピッカーという機能で、クロッピングされたくない部分を選べるんです。で、ちょっとここの例がなくなったんですけど、
例えば、自分がこの左に座っている人だとします。これ右側映っているんですけど、カバーブロックを普通に入れた場合、こう自分が切れちゃうんですね。こういうモバイルでこういう表示になっちゃうという、そういう例でした。で、焦点ピッカーをちゃんと設定することで、この3人目の人もクロッピングされず、全員がモバイルでも表示されるように、調整することができます。ただ、必ずクロッピングされるので、デスクトップ版もモバイル版も全く同じように画像を表示するというのは難しくなります。なので、画像ブロックとカバーブロックのその決定的な違いが、その画像が全部表示されるかどうかという部分になります。で、ここまで見てきたことを、組み合わせて、水平ピラミッドギャラリーというのを、作ってみたいと思います。で、これです。ワードベースにギャラリーブロックもあるんですけど、こういう、ちょっと洒落た感じは、そういう設定はないので、自分でこれを作っていきます。で、これデスクトップ版だとちゃんと5人の顔が出てますし、モバイル版になってキュッとなっても、それでも5人の顔がしっかり出ている、感じになります。これを、じゃあどうやってブロックを組み合わせて実現できるかというのを最後10分くらいでお見せしたいと思います。始める前に確認したいこと、聞きたいこととかなかったでしょうか？大丈夫ですかね。上と下を見てもらうと、下の方が画像が細くなってクロッピングされているので、使うのはカバーブロックです。画像ブロックは絶対画像全部出ちゃうので、今回使うのはカバーブロック。そして、デスクトップもモバイルも5個必ず横に並んでます。必ず横に並んでいるので、使うのは行ブロックです。行ブロックとカバーブロックで、これが実現できます。で、後ほどスライドを見る方のためにもここに作り方は書いてるんですけど、今このワークショップでは、実演をして皆さんにお見せしたいと思います。はい。なので、新規作成で、水平ピラミッドギャラリーを作ってみます。まず、行ブロックが必要です。5個の写真を収める、行ブロックを入れます。で、写真は、それぞれカバーブロックで入れます。なので、メディアライブラリーから、選んで、で、最初ちょっと画像を入れるとき、一回一回行に戻って、ここのプラスマークを押していただくと、次の、画像を入れることができます。こうして、もう一回、行に戻って、右下のプラスを置くと、押すと、次の画像が入れられると。行に戻って、プラスを押すと、絵が入れられると。もう一回、行に戻って、プラスを押して、最後の5つ目を入れます。はい。で、カバーブロックを入れると必ず段落ブロックがついちゃうんですけど、これは今回のギャラリーではいらないので、消していきます。はい。で、早速、そのクロッピングがここで起きているのがわかると思うんですけれども、この少女の顔が切れてしまっているんですね。なので、この、焦点ピッカーというのを調整します。今、カバーブロックを選択して、焦点ピッカーを右にずらすと、女の子の顔がまたこう出てきます。これは、カバーブロック絶対クロッピングされるんですけど、この丸は絶対クロッピングされない部分なんです。この丸を残して、そこから遠い部分を順番にクロッピングするという設定なので、絶対に切れてほしくない部分に、これを置いておくと、いいと思います。あともう一つ、これですかね。この女性、ちょっと顔が偏っているので、こうして、この女性ももうちょっとだけずらしますか。はい。このように焦点ピッカーを調整します。
で、カバーブロックもう一つ、デフォルトでついちゃうのが、この不透明度設定ですね。これを、今のこのギャラリーの場合は、全部ゼロにしちゃって大丈夫です。で、私たちが狙っているのは、こう、隙間のないギャラリーですね。で、この隙間の調整が、まあ、今年、ブロックエディター導入されたので、行ブロックの、ブロックの間隔という設定です。行ブロック全体の、ブロックの間隔というのが、最初、20か30かなんか適当に入っているので、これは、今、マウスでドラッグしてます。ドラッグすると、上下にドラッグすると数字が変わるんですけど、下まで持ってって0にします。もちろん、キーボードでこう入力もしていいんですけど、0にしました。はい。もうだいぶこう近づいてきた感じですね。で、最後、高さがこうだんだんになっています。で、これは、カバーブロックのカバー画像の最小の高さというのが、設定があります。カバー画像の最小の高さ。で、紛らわしいのは、今これ何も数字入ってないように見えるんですけど、実は、300か350か何かこう数字が入ってるんです。裏の方で。さっきのブロックの間の間隔も数字が見えてなくても、ちゃんと間隔ができちゃってたのは、ワードベースはデフォルトで何かしら数字を裏で書いてるんですね。なので、この数字を自分で調節していくと、全部同じ高さにならないようにすることができるんです。なので、例えば、この赤ちゃんの場合は100、おっとっとっと。150とかにしてみますか。で、全部50ずつ大きくなるように設定していくと、250、300、そして、350という形にすると、ギャラリーが出来上がりました。で、プレビューでこれがモバイル版の場合もどうか見てみましょう。これデスクトップ版ですね。ちゃんと皆さんの顔が中央に出てきている感じで、これをモバイルで見てみても、横に並んだままの、水平ピラミッドギャラリーが出来上がりました。はい。デニーさん、なるほど。ありがとうございます。まあ、いろいろ応用も聞くと思いますけれども、350。例えば、これを200にして、これを100にして、で、もう一回これを200にして、で、これを300にして、なんかこう、蝶ネクタイ風に、することもできますし、まあ、いろいろ、ご自分で変更が可能です。で、これもやっぱり行ブロックを使っているので、モバイルでも同じく出るし、カバーブロックを使っているので、必ず顔が中央に来るようにして、設定ができるという特徴があります。はい。高さも、なるほど。ありがとうございます。水平ピラミッドギャラリー。ぜひ皆さんも自分のサイトでやってみてください。コード何一つ使わないブロックの設定だけで、実現できる、ちょっと面白い、まあ、ギャラリーかなと思います。はい。デニーさんも面白いですね。ありがとうございました。他にも共有したいこと、尋ねたいこと、皆さん質問などなかったでしょうか。最後、質問があればぜひ書いていただきたいんですけど、次回予告をして、終わりたいと思います。また、明日、今日と同じ内容で、午前10時からワークショップやります。ので、明日同じテーマでやるんですけど、来月11月には、今度は、クエリループブロックというブロックに焦点を当てて、このクエリループブロックは何か、そのクエリループブロックでブログページを作ろうという、セッションを用意しています。従来のワードプレスは、テーマファイルを編集しないと、レイアウトの変更ができなかったんですね。投稿ページとかアーカイブページは。けど今はこのクエリループブロックを使うと、コード何一つ使わずに自由自在にアーカイブページ、投稿ページなどのデザインを変えることが可能になります。なので、次回のセッションでは、クエリループブロックの紹介と、
そして実際にこれを使ってみんなでこうブログページを作っていく、その様子を見せていきたいと思います。デニーさん、最小の高さの単位は何が選べますか？はい。多分、これですね。カバー画像の最小の高さ。今私、ピクセルを選んでるんですけど、パーセンテージ、EM、REM、VW、VH が選べます。プログラミング慣れてる人は、CSS に慣れてる人は、それぞれ意味わかると思うんですけど、コードあまり詳しくない人はピクセルのままでいいと思います。VW は画面の幅を元にとか、VH は画面の高さを元に設定もできるので、少し高度なことをやろうと思ったら、ここら辺も使えるかなと思います。はい。高さも、デニーさんの質問助かりましたと。はい。以上で今日のセッション終わりたいと思います。参加してくださった皆さん、本当にありがとうございます。楽しかったでしょうか？いつもスラックのリンクを貼ってたんですけど、Twitter も始めました。あ、で、そういえば今日のスライドを皆さんに送っていなかったかもしれないですね。今日のスライド、今から Zoom チャットにリンクを送りますので、後が終わった後に何か質問とかあれば、ぜひ Twitter でも連絡いただければと思います。私、ツイッター始めました。慣れてないので、最近始めたばかりなので、ちょっと使い方あれなんですけど、勉強しながらいきたいと思います。はい、今日のセッション参加いただきありがとうございました。ぜひまた来月も会いましょう。